アリモハメド・ブジ・ザイムはアラブ首長国連邦出身の元サッカー審判員である。1990年に FIFA フフのライセンスを取得し国際審判員として活動した。母語であるアラビア語の他に第二言語として英語を使用できる。1994年に FIFA フフ国際審判団に選出され、1994FIFA フフワールドカップにおいて2試合。 1998FIFA ワールドカップで3試合、2002FIFA ワールドカップで2試合において、主審を務め、2002年大会では開幕戦である、サッカーフランス代表対セネガル代表戦の主審を務めた。AFC アジアカップ1996と AFC アジアカップ2000でも、主審を務め、サッカー日本代表が2回目の優勝を果たした2000年大会では、 決勝戦の主審も務めている。また、1992年バルセロナオリンピックのサッカー競技で主審を務めたほか、キングファハドカップ1995とフィファコンフェデレーションズカップ2001では決勝戦で主審を務めた。2011年には、イフスが選ぶ4半世紀の審判100人において、第60位に選ばれた。 1994FIFA ワールドカップでは2試合を担当した。1998FIFA ワールドカップでは3試合を担当した。2002FIFA ワールドカップでは2試合を担当した。ありがとうございます。